エンマの、持ち主が来ますので、ここ確実にちょっと体力が通常攻撃でこれ。皆様ごめんなさい。今回はエンマゾロおすすめ編成やっていきたいと思います。ショート動画のために上げさせてもらったんですけれども、本当にメダルによってエンマゾロの強さが変わってきますので、ショート動画でおすすめした編成実践編やっていきましょう。どうぞ。はい、先生。今回はエンマゾロおすすめ編成をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは、ルフィロー、バウンドマン、レッドロック、ゾロの編成でやってきております。まあ、この辺って何がいいかと言いま、と言いますと、まあ、火力をゴチゴチに上げると得意属性に対する火力がまあめちゃくちゃに上がりますので、まあここら辺でシャンクスさんとかもうこうよ、これで一瞬でシャンクスさんミドル属性なので、今僕赤属性なので、まあこのエンマゾロ、属性変化っていうのをね最大限活かして、めちゃくちゃダメージ量を上げていく、まあ、攻撃超絶盛り、マジでエンマゾロらしい編成、相手を狩りまくっていこうという作戦になります。まあみんなさっき見てもらった通り、まあミドルシャンクス、まあレッドシャンクスぐらいであればもうよいの陽之助さんですよと、いうところで、これジャス回避、オッケーで、ここ一発二発で、これで、さようならと。緑属性はもうこうよね。緑属性に対してはもうこういう感じでガチガチに買いまくることができますと。んで、またね、これ、キングとか言いますけど、青属性になって、で、敵を攻撃することができれば、まあ、それはそれでね、めちゃくちゃダメージを与えることができるんですけど、今回、レッドシャンクスさんが二人いたので、ここは青属性になるというよりか、どちらかというと、赤属性をキープして、このシャンクスさんたちを狩りまくりたいという作戦に、オッケーで、これ確実無敵で狩り倒せるという感じでこうめちゃくちゃ KO 量産できるんだよね、この編成のエンマゾロって。本当に強いんで、ぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうかと。で、これちょっと逃げてくるかな、こっち。大丈夫だった。さあ、そこエンマゾロさんいるんですけども、こっちからまたゾーラじゃなくて、エンマの、持ち主が来ますので、ここ確実にちょっと体力が通常攻撃でこれ。やばくない？本当にこの編成。火力ガチガチだから。で、体力も、まあ、このね、生命力はゴキブリということで、これちょっと確実にキング倒し、やばい、ちょっとジャス回避入ってる。さあ、ここ確実に借り倒します。はい、OK。で、後ろちょっとめちゃくちゃ怒りてジャス回避入っとく。で、ここね、しっかりと、もうシャンクさんは余裕の洋之助さん。ここで借りまくって。で、これで、貯める。はい、もらう。で、さようならバイバイ。勝った。あ、よかった。ここら辺はジャス、一発入れとく。で、ここで、しっかりと、借り倒す。で、ちょっと、正面、ってか、一陣行かれてますんで、ここは、しっかりと借り倒していって、ちょっとずつ削っていこう。少し気肌取り返せるかな。まあ、今のうちに、ちょっとここを取っといて、OK。で、ここ、おでんさん。で、ここ逃がさないように、しっかりと逃がさない、良いと。で、あそこの真ん中旗取れれば大丈夫。で、こっちね、おでんさん、こっち行かない。初期旗は正直行っても大丈夫。OK。このまま攻撃すれば大丈夫。問題ナッシング。で、あっちの二陣だけちょっと守っていきたいです。かつ奥の旗も守っていきたい。誰だっち、キングさん。ちょっとめんどくさいな。一人一旗でちょっと対応しつつも、いや、ここ待ってよ。でも、キングさんは、あ、待って、ここ一発入れとく。これと間に合う。オッケー、あー、間に合う。1、2、1、やばいな。あー、ちょっと待って、ここ段差しちゃったのやばい。でも、これもらう。オッケー、これで、かく、ちょっと待って、生きる。これ、ジャツか、ジュケ、カチカチ。あ、やばい、死んでしてる。誰か、シャクセ、お前、逃げる。二人だったら生きる。おぶねー、怖ー。ということで、最後なんですけども、まあ、ワノクリルフィセット一応やっとこうかなということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、なんかルフィローとか、まあ、バウンドマンとか持ってない方の代表編成として、まあ、ワノクニとかルフィ太郎編成、オニルフィ、レッドロック編成の、ワノってかタグ全一致編成になっております。タグだけで考えたらね、まあ、めちゃくちゃに強い編成になりますので、まあ、今回こちらで頑張っていきたいと思います。まあ、マムさんがディフェンダー状態であればダメージ量が、まあ、大きくなりますよっていうルフィ太郎編成になるんですけども、ゲッター状態になったら、ちょっとそこがね、まあ効果としてはなくなるので、まあ編成としては僕的には、まあバンドマン、ルフィロー、レッドロックの方がいいかなとは思いますが、まあタクがね、めちゃくちゃに合いますので、そこに対しては本当に強いんでね、ぜひまあ代表編成として使ってみていかがでしょうかということでやっていきましょう。お願いします。お肉食べちゃっていらなかったけど、ここね、まあカイドウさんとか裏取りがまあめちゃくちゃめんどくさいステージで、ルフィ、鬼ルフィが自チームだったら、まあダメージカット入れてくれる効果とかもありますので、一旦はまあ DF ゾロ。まあ、この通り、味方さん結構前線上がってくださってるので、まあ、裏は絶対にね、守り切りたいという気持ちでやっていきたいと思います。で、ここにいるくれば、カイドさん、そうそうね、簡単に飛ぶことも、できないと思いますし、まあ、飛んできたら飛んできたで、対応はね、できますので、一旦頑張って、わ、怖っ。フルゴラなんかあれで当たりそうだよね、なんかバグ判定で。これ、うたうた溜まってそうだな、危ない、オッケー、ベスト書かないでよ、ベイベー、見れた。で、さらにこれ、フルゴラ扱ってるの見えてるんで、大丈夫。で、カイドさん、てか、相手のブースト中1、2陣確実にまず守り切ることで、聞いた。で、こっからですね、まあ、ブースト、来ますので、こっちの、カイドウさん来た。あ、オッケー、カイドウさん来ます。ドン。
とカイドウさんは倒せるそうか。おお、レイジ強え、いける。いや、一応ちょっととどめだけさしとくわ、ちゃんと。危ないんでね。カイドウさんね、ヘタ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 とちょっと残しとくと結構ね、生き残っちゃったりするんで。ゾロもこれ守れそう。一応こっちにマム、オッケー、ジャス、これ、オッケー。で、これ、枯れる。で、ここ確実に、今、属性、属性相性が、こっちの方が有利なんで、で、あー待って、それダウンするの？待って、それ、くそきつやばい。おい。わい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 。でもここちょっとキングさんのお手伝いしないとやばい。オッケー。でここしっかりと歌も邪魔しといて。で旗取れるように。で後ろから攻撃しといて、ジャスカイヒー、オッケー。でここはキングさんやられないようにしっかりとお手伝いしておきます。オッケー、こっからの逆転いくぜ。でここね、鬼ルフィ入れてるんで、地味にダメージカット入りますなんで、ここの初期型最後守り切っていきたいなというところでございます。ただ2対1はかなりめんどくさいっちゃめんどくさい。ガチ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 。ほう、なんか思ってるタイミングと違う。一発、まあ、無敵あるんで、これもう一発くんな。これさ、ゾロのスキル1のタイミングなんかちゃうよな。オッケー、ここまずもらう。無敵状態になる。で、ここは確実に一旦入っといて、オッケー、ここ無敵でもらう。はい、さようなら。で、ここゾロさんは一応取ることできないんで、一旦手離さすといて、いうような感じの編成になります。いや、強いですよね。ということで、編成キングカイドカイドウでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらですね、スキルをまあ超絶短縮しつつ、かつ自チーム内だったら火力の上がる編成でやっていきたいと思います。これマムさんにちょっとね、取られるとめんどくさいんで、削れるうちに削っておきたいと思います。これちょっと削れるうち削っておきたいな。無理か。後ろからの援護欲しいな、これ。後ろからの援護欲しい。これ、青属性もらえて、青属性もらったんちゃう今。一発一発。で、これ、どんどんスキル値分回していきます。今回スキル値ね、分回せるんで、もう回せるうちに回していきます。はい、これジャス回避、危ない。これな、もうマムさんやっていくと相手にできないので、ワイダウンしたんじゃないの。ダチバグエグい。これもマムさん、わざわざ相手する必要ないんで逃げます。ということで、まあ、今回はこういう感じでね、スキルがまあ、すぐに溜まりますので、まあ、どん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 分回して頑張っていきましょう。これ3、待って、あそこの、待って、ルフィ船長しっかりと変わる。オッケー。ルフィ船長変わり暮らしのアリエッティしといて、で、ここ2人いますんで、まあ、ちょっと離れつつも、で、これ青属性になれば、言うてマムさんいけるんだけど、相手ブースト来るんで、ここは確実にちょっと1、2時守っていきたいなというところではございます。さあモリさんもいるからな、一応。でもただヤマト、おでんがいる。旗握られるとすごいめんどくさい2人がいるんで、ここはちょっと確実にね、守っていきたいなというところではある。ジャスカヒーオッケー。でしっかりともらう。で無敵ですっかりと倒し、切り倒して、1,2 陣相手のブースト中 1,2 陣は確実に守っていきたい。でここちょっとわちゃわちゃするとめんどくさいんで、様子見て。これだって青属性もらってマムさんのところも行きたいけどな。ジャスカヒー、でもこれ今赤属性のうちに先におでんさんかろう。先におでんさんを買って、でこれ月1溜まったんで回避誘って、一発、はい、一発一発。開催見てるんで、ここ、カズ、おでんさん、カール、赤属性中だったら、まあ、緑属性に対しては強い。で、これ、ヤマト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 。一旦これね、相手のブーストっていうか、まあ、こっちの、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと失敗しちゃった。まず、ジャスカイヒー、で、からの無敵で、ここにまずヤマト飛ばす。はいはいはい。ここ、こっち今度ブースト来ますんで、ここから確実に変わる。OK。で、アタッカーなんで、一旦ちょっと1、2陣を確実に守る、体勢。でも言うてもな、相手ちょっとゲッターいないよ。まあ、マム2で、こっちゲッターが0なんで、あ、まあ、そろそろ攻め立ててかなきゃな、というところであるんですけど、ロジャー船長が多分マムに対してなかなか攻め手が弱い。だがしかし、これ、待てよ、ロジャー船長にこれのルフィをお願いしてしまえば、よっしゃ、行くぜ。ただこれね、無敵で時間稼がれるんよね。そうなるよね。はいはいはい。一発これ誘っといて、ジャスカイヒー一発、オッケー。でこれもらう。でこれしっかりと、待って、もうルフィ船長いけるよ。ここは確実に無敵で借り倒す。はいはい。で今青属性になりましたので、マムさんに対しては強く出れると。これフルゴラ、ジャスカイヒー、これ確実にちょっともらう。オッケーオッケー。ここザザビャン、ザザビャンでいこう。これザザビョンでいけない？これザザビョンでいけない？ちょっと待って、どっか1個ないかな。もうマム、やっぱゲッターゼロのマム2はきついな。まあでもスキル自体はまあこういう感じでまあ強いですよと、いうようなね、編成になっております。対戦ありがとうございました。それでございましょう。今回の編成は、レッドロック、鬼ルフィ、さらにはバウンドマンの編成になっております。この編成の意図としては、まあディフェンダーゾロと、言っても過言ではないのであろうかというような編成になっております。まあ、何？ゾロさん結構ね、ディフェンダーとか旗を守る役が多かったりしますので、まあ、自チーム内で戦ってダメージカットしてくれる、鬼ルフィの編成、鬼ルフィのメダル、さらに、うわ、ちょっと待って。
喋らせて。ちょっと待ってね。オニルフィーの編成、そして、火力を上げてくれるバウンドマンや、レッドロックの編成を組んでおります。で、オニルフィーとレッドロックが和の国タグが合いますので、まあ、そこでセキュリティを短縮し、安定して短縮していこうと、いうような、まあ、構築になっております。今回、味方さんね、ディフェンダーがいなかったので、まあ、一旦は1、2陣を、てか、まあ、あそこ真ん中取られたの誠に陳謝ではあるけど、一旦1、2陣をちょっと守っていきたいと思います。で、ここは離れる、わけにはいかない。これ待って。はい、オッケー。青属性になってしっかりとヤマト借り倒す。オッケー。で、ここまず借り倒せるでしょ。で、相手のゲッターをとりあえず先に勝ってって、旗を取られるリスクを削っていきたいなっていうところではございます。さあ、そこやられてったね。ゾロミラーがなんだかんだで一番めんどくさいような気がするんですが、あそこのゾロさん枯れないかな。ちょっと一旦突っ込みたい気持ちもあるが、しかし、守ろう。言うて味方さん、そこカイドウスン。いや、カイドウスンはもうどっちかというと攻めてってもらいたいんで、ここちょっとちょっかいかけつつも、でそろそろマスキル2が溜まる頃合いかと言わんところでございますが、若レイリーさんと、危ない。んーで、ここ耐える。得意属性になる。うわー、はい、ということでちょっとブースト来ますので、ガンガンに攻めていきたいと思います。さあ、ゾロが多い状態でのこの、ドフィーはなかなかに怖いところあるよ。ジャス回避、でここ回避ないんで、バン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 が回避じゃねえ、待てよ、バン逃げて、でおおザお前糸切られまくり、サイコロステーキ先輩だが、しかし、ここから逃げていきます。めちゃくちゃちょっかい、お危な、止まった、ちょっと待って、一瞬止まったよ、一瞬時止まったよ。これ借ります、借ります、借ります、オッケー。さりげなく借りジャスカイヒーで、キングさん旗握ってもらって、ちょっかいでちょくちょく逃げまくって、一旦あそこの、ゾロさんホイホイできたんで、いやこれちょっと間に合え、かいえい、せい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 、オッケー、間に合ってた。おい、バグすごいね。バウお、すごい。どこ今どのような気持ちなの、そのキングさんはどういう、行動されるのかちょっと全然わからない。あそこ取られてしまうが、ここ俺離れてしまったらどっちみちここ取られちゃうんで、確実にべったりついていく。あっち旗マックスで、こっち溜めてない。なんでここは、カイドウさんこっちに行くよね。オッケーオッケーオッケー。カイドウさん見つつ、あそこちょっ と取られるな、待ってよ、取られる。なんでここは確実にちょっと守りきれる。オッケー、危ない。でここしっかりと溜めておいて、対戦ありました。なんか普通にダメージ入ったわ。